どうもはい田川陽介です。え、知らないな。田川陽介って あの人だ。不倫の人、え、不倫相手の人が、あの奥さんが、奥さんが不倫しちゃった人ですか。昔ね、すっごい昔、みんな見てる方、今日もうブーイングだと思うんですけど、昔30年40年前は似てるって言われたことがあるんですよ、はい、なるほど。あ、でも分かる分かる。先生がめっちゃ細かった時あの確かにそうかもしれない。でシュッとね、で目が二重でね。うん、昔ですね、はいはい、最近恵比寿さんに似てる、似てるって言われるんで。恵比寿さんですか。へえ。今恵比寿さんと田川さんがね、はい、番組やってるじゃないですか。あ、とてもそう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 、とても他人と思えないって感じですけどね、はい、2人ともね、うん。一言いいですか、はい、メンタル強そうですよね。私ですか、本当ですか、はい、あの どういったところが強そうに見えます。いや、どうも全て全て。でも確かに確かに、私あの飛び込み営業とかも結構頑張れちゃうタイプなんですよ、はい、あの前お話しさせていただいた あの一番弟子のはやぶさくんもそう知ってます。あ、うん、あの何でしたっけ。そな、どうぞどうぞ、はやぶささんが、はやぶさくんと一緒にするなと思ったから今。いや、全然全然、彼もメンタル強いんですよ。はい、すごいですよね。ね、うん、ちょっと違いますよ、あれ人間じゃないあれは普通じゃないと思うんですけど。人間じゃないぐらいすごいですよね。そうですね、やっぱり飛び込み営業ができる人ってやっぱすごいと思うんですよ、うん、なかなかね、僕もね、うん、メンタル弱いんで。え、本当ですか。メンタル弱いんで、飛び込み営業って大体どうですか、あの、うん、どんな感じでやるとすぐに皆さんいいですよって言ってくれます、うん、いや、そんなことないと思いますよね。まずはお話しして、うん、あの私マジシャンなんですけれども、この辺を今デモンストレーションで回っていて、うん、私のマジック見ていただけますかって言って、うん、いいよって言われたところにお店に入ってって、飲食店とかで、うん、あの、うん、まずは無料でデモンストレーションマジック、お客さんに向かってやらせてもらうみたいなことをやりました。そこまで行くのに何軒ぐらい歩きます。何軒のうち1軒ぐらい。でも結構やらせてはくれる、見せてってなります。大体大体、え、あの、そうです、大体なるんです。多分そんなに断られたイメージないです。とりあえず無料だったらいいよいいよやってって。断られたイメージないっていうのは本人が気づいてないだけじゃない。あ、そうかもしれない。あの、私嫌な思い出とか全然忘れちゃうんですよね。あの、そうなんです、覚えてないんですよ。なんだろう、うん、いろんなもの分けてほしいなんか結構あの挑戦していくのが好きで、なんかなんていうのかな、安全なことよりもなんかこう飛び込むことは結構好きで、あの試練とか結構ね嫌いじゃないんですよね。新しいことをこう かき分けるっていうか、地を作るとかそういうの結構嫌いじゃないんですよ。それで営業で取ったお店もありますもんね、うん、ねその時はレギュラーは取れなかったですけど、はい、あ、そうだ、レギュラー取りに行ったんだ、お店の。そうです、これはすごいですよね。そのお店であとは何軒かと協定組んで、あの皆さんのお店で何軒かお金出し合って、私たちね、私を、まあ、レギュラーで使いませんか、週に一度とかで提案して回ってたんですけど、それはちょっと難しかったけども、はいはい、そこで、実際に出会ったお客さん、そのデモンストレーションマジックしてる時にお名刺交換させてもらったお客さんとかがいて、うんうん、そこが資生堂さんとか、会社の忘年会に呼んでくれたりとか、だからレギュラーはその時取れなかったですけど、そういう風に単発は取れましたね。そのメンタル強い、マジシャンってね、メンタルやっぱり普通はね弱いはずなんですよ。マジシャンがですか、うん、あのホッピングとかでも、うん、もう言われたところにね、マジシャン見て来てくださいって言われたところに、うん、テーブルに行くホッピングはいいんですけど、うんうんうん、どこに行くかもわからない、うん、自分で勝手に言って交渉するお客さんに、うん、マジックをやらせてもらっていいですかっていうタイプのホッピング、うちは多いんですけども、はい、2テーブル断られるとめげますよね、はい、全然思わないですよ私そんなの。だって私もあのお店で入って自由に回っていいよみたいなお店ありますけど、それはもうお客さんの好みだから、なんて言うんですか、今は仕事の話してたり、今日はしっぽりと喋りたいんだって、じっくり喋りたいんだっていう人は、マジシャンとかそういうのは賑やかしはいいからって言ってるだけで、私を否定されたわけじゃないじゃないですか。まあ。でももう入った瞬間から、
全然ねメンタル来ないんですけど、最近メンタル来たことってあります？10年に1回ぐらいありますね10年に1回ぐらいは人生のうち10回ないじゃないですか。あ、本当だ。そうですねいいな、いろいろ欲しい。本当ですか？そうなんですか。だからちょっとやっぱ落ち込むこともありますけど、やっぱりすごくマイナスなことを言われたりとか、もう人間否定みたいなねことを言われることもあるんですけど。そんなことあります？ありますよね。あのお客さんとかはないけれども、あの仕事してる中でやっぱりいろんなね人にいろんなことを言われることもありますよね、うん、まあ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 ね、うん、その時はあの家にいるチャッピー、チャッピー、愛犬、犬のチャッピーに癒してもらったり、お母さんに電話して一部まあこういろいろなこと話して、で人生の大先輩だからお母さんがいろいろ教えてくれて、うんうん、そうすると大体元気になれるんですよ。ああいい、うん、お母様がねいらっしゃるんですね。そうなんです、うん、だからそこは発散上手かもしれませんね。でもまあグツグツしちゃう時もありますけど、でも致命的にこう自分が倒れちゃうぐらいまでは落ち込まないと思いますけどね多分。だから本当にねメンタル、うちの一座の中でメンタル強いあのツートップですよね。誰と誰ですか？吉野さんと早くさん。嬉しい。私本当ね、だからなんかマジシャンの人にこう思われるかなとかそういうのあんまり気にしなくって、あのマジシャンの方ってマジシャンの前でマジックするの辛いらしいですけど、うん、私は全然なんかマジシャンの前でものすごい初歩的なマジックするのも怖くないって多分思うタイプだと思う。すごいですよね。だから天才なのかバカなのか分かんないですよ。バカなんですよ。全然なんかだってそんなにすごくないから、自分はすごいと思ってないから自分のことだから全然怖くないですよね。なんか勉強になります。ダメだって思われても別にすごくないから自分は。そうですか。だってすごくないからこの人できないなマジックって思われても別にできないんだから気にならない。なるほどね。人生は開き直りだ。あ、そう開き直り大事ですよ ね勉強になりました、はい、今後ともよろしくお願いします。